小井徳造小井徳造は、満州国国務院初代総務長長官。滋賀県洲本郡時和村浅穴に、医師、小井徳常の次男として生まれる。京都府立二中、札幌農学校予科を経て、1911年、当時札幌にあった、東北帝国大学農科大学農学部農業、経済科を卒業する。1912年8月、 南満州鉄道株式会社に入社し、地方部地方課に配属された。1920年、外務省アジア局職宅となる。1925年、各省令らの満州独立運動に参加する。1931年、陸軍省職宅となる。1932年3月、満州国国務院総務長長官に就任する。同年10月、 総務長官を辞任して、参議不参議となる。1935年、宝塚市に、私塾の安乗学院を設立する。太平洋戦争後の1946年、GHQ より出頭命令を受けたが先般とはならなかった。その後も、富士山山ロック開発を手掛けている。1961年5月13日に死去。75歳。料理の ジンギスカンは、娘の浅田マスノによれば1930年頃に、小前徳造が命名したとされ、娘婿の宇都宮徳馬のミノファーゲン製薬の名付け親でもあるという。また、小前本人によれば、大道学院院長を務めていた頃、満州県国大学を起案したという。ありがとうございます。